どうも、横地です。夜の一笑い、夜の独り言のコウ君のモノマネをさせていただいております。今回夜の独り言の動画を見てくださった方は分かると思いますが、僕の後先考えずに、何も考えずにモノマネをするということで多大な迷惑をおかけしました。コウ君、コウ君のメンバー、そして夜の独り言、夜の人笑いのファンの方に不快な思い、迷惑な思いをさせてしまって本当に申し訳ございませんでした。そして今、コウ君本人の DM の方に謝罪させていただきました。この後の対応はどうなるか分かりませんが、真摯に向き合ってしっかりと謝罪させていただきたいです。本当に申し訳ございませんでした。